今日はね、ウディオ UDIO と。出たんですよ。で、それは何かというと、音楽生成 AI なんですわ。で、コンテンのものは、すでに有名なのが、スノー。スノのあれ、すごいかっこいい曲作るなと思ってたんですけどね。でね、今度、今日、今日出たんよ。で、それが、ウディオ UDIO。 何の略か知らんが、Studio の ST を撮ったらウディオです。でねあの、僕いつも見てる AI Explained という、まあ、英国の人の、これがね、AI 関係の YouTube で一番いいと僕は思ってるんだけど、まあ、その人がもうこれはあの音楽生成 AI のチャット GPT モーメントだと。うんだ その人が言った。だから、マット・ウルフという、まあ、これもユーチューバーもう、これはもうすごいと。その前のスノーが王座から追い出されたんじゃないかと。とか、うん、あとね、もう何、僕、5本ほど見たんやけど、まあ、どのユーチューバーもね、絶賛ね。そうですでいすごすぎて笑うたとか書いてありますね。ううん、そうですか。うん、で、で、実際ね、自分もやってみたんですよ。で、まだまだね、うん、使い、 こななせてないんやけど、ええ、あのこれがねすごいなね言葉で書くあの誰とか何とかでも言葉で書けるじゃないですか、うん、話題を書いてくれ今度はこんな音楽を作ってくれというふうに言葉で書くわけですよ、うんうんうん、テキストというミュージックみたいな感じなんですねそうそうそうでね現在のところねベータ版だからね、うん、あのねただなのよ1回でね30秒まで作れるんですわ<ー>、ね、で でまあ、今からまあサンプル後であとでお,お聞かせしますけどまあみんなあの大絶賛なんやけどだからねものすごく混んでて実際行ってみてもね、うん、動かない可能性はあるんですわ。で僕もねやったらねなかなかこんなの即座に帰ってくるもんと思ってたらなかなかそうじゃなくて、うん、くる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 とこう回ってるわけですよ。うん、でまあそのうちに出てきて。 で、さらに僕は試してないんだけど、あの、絵も描かせてね、その音楽にマッチした絵を描かせることができる。あまあ、それは僕はやってない。<ー>で、さらにまあ、最初はね、30秒なんやけど、その後続けるとかね、あるいはいきなり途中から始まるんや。だから、その前をね、付け加えてくれとかね、そんなようなことを言うことができるで,でね、あの、これはね、あの、ヘッドホン、イヤホンで聞いた方がいいって、まあ、音質上の問題でね、 であの,他のも僕、数、まあのも聞いたけどさ、うんあの、やっぱり音はね、このウディオが格段にいいですよね。でね、欧米のユーチューバーがや出してるのはみんな、なんていうの、特にアメリカ人の、アメリカの,あのポップソング的な、なんとか,か、あのー、そんなんばっかりで、ロックとか、うん、で、全然、正直言って、僕はピンとこないわけ。うん、で、で僕はクラシックを出してみたわけですわ。 で、ちょっと聞かせますがね。で、<え>まあ、30秒のものが、まあ、5本作ったんやけど、で、まずですね、バッハ風のギターの曲と。おお、おお、バッハはねあの、ギターの曲作ってないよ。で,うん、で、それをね、バッハの曲を後でギタリストがアレンジしたいって、僕よく聞くんですよ。うん、特にシャコンヌとかいうのは。強烈に長いね、17分かな。 よく聞くんだけど、まあ、それいかにもバッハフ、ちょっと流しますね。あきました、どかなんか途中から始まってますか。はいあ。なるほどい、うん。いや、音がすごい綺麗ですね。でしょう。次はね。 今のはねディヴイン・ストリングスという、まあ、そういう大名、向こうがつけてきた。おお、そうなんですね。これ、チェンバロの音でやってくれとかしてできるんですかね。えー、あもち,もちろん、もちろん。そうなんで、すかで次はね、うん、エコーズ・オブ・アブセンスといって、これはね、もしあの女の人が失恋した時の歌を作ってくれていただけど<ー>なら、<laughs> これはねあの、オペラ風のねあの、ソプラノですわ。 すごいすごいですね今歌詞は歌詞どうなんでしょうね適当なのかないやいやそれはなんかあるんでしょうけど僕何言ってるかわからんけど次はねショパン風のねショパンのノクタン風ってこれまあショパンのノクタン知ってたらねああこれかって すごいね。うじですね次はね、ねはね春の晴れた日に桜の歌って言ったらね、なんと今度はね、に日本語で言ってきたお。じゃあ学習してあるんですね、日本語で。うん

こう言ったらね、ロメオとジュリエットの映画の主題歌って言ったらね、はあ、なんこんなの。 すごい重厚な音ですね。うん、これを聴ったらね。う今ただで月にね1200曲までいけると。うん。うん。いやー。すごいですね。いやすごい音質でしょ。音質がね、本当に演奏してるみたいでしたね。うん。こんね、なんかあれですよ、音楽作ろうと思ったってえら大お金かかりますよね。うん。曲を頼んだ上演奏してもらって。 レコーディングしてみたいなこう、映画とかね、作ろうと思ったら、うん、これはちょっとまた誰かの職をたくさんですね。もう何人も奪っちゃう。そこ,でえー、この前安田さんから。海上保安庁の出した映画なんかで AI で生成したってすごい炎上してましたけど、今度は音楽って同じようなことが起きそうな感じしますね。うんうん、いもうすごい、えー、面白いですね、これ。 サムラゴーチさんも失職しちゃいますねそう思い出してました。そういえばって、違う違う。サさんさえいらなくなってしまうみたいいや、サムラゴーさんがいるんで、あの新垣さんがいらなくなる。いや、サムラゴーチさんもいらなくなりますよ、これ。そうか。普通の人が普通にプロックたたればいいから、そっか。う商業作曲家って、たくさんいますよね。うん 今ね、商業作曲で多いのは多分、分多分ね、例えばコマーシャルの音楽とかね、うん、まあ短いでいいと。あうんこれ今、まあ、30秒なんやけどね、もうさっきみたいにこの前を作曲してくれとか、あと続けてくれっていうことはできるんですよ。できるんですね。そこもすごいですね。うん、あいやよくあの、の他のでやると、プツンって切れちゃうんですよね。終わりのところが1分、1分半とか作ってくれても、途中、おンって切れちゃうから、うん、あ困ったなってあるんですけど。 その続きとかやってくれるっていうのはすごいいいですよね。うん、でね、あの音楽家のコメントっていうのがあったけど、まあこれはまあ今もこのね、まあ30秒だけど、あと数年したらねもう我々ねどうなるんだって。いやいやすでにすでにどうなるんだレベルいや30秒になってんのはあれでしょ。 その公開の都合上、そうして、データから、いろいろとタイプを作うでしょちょっと様子を見ようと思って、ただ展開したくのかなってありますよね、動画だったら、なんか同じシーンばっかりがひたすら続いて波が打ちわせたり引いたりするばっかりっていうのが、音楽もなんかこう展開してって違うステージに行くみたいに、そこが分かんない、そこは分かんないです。だけど、ゆかる限り、すごいいいですね。音質が画期的にすごいですね。 歌って結構難しいんじゃなかったでしたっけ、うん、あの初音ミクとかねあんなんでもずっと歌ってますけども違和感残ってますよね。うん、あこれね今ね歌詞はね向こうに作らしたんやけど自分で歌詞作って与えることができで、ね、そのマットウルフがね まあ、YouTube は作ってたね。マットウルフはね、YouTube のロックシンガーだみたいなね。自分の宣伝のね、文句を作って、<laughs> で、それをね、いろんな歌をしてて。えー、それもだから歌,歌うわけですね、歌手がね。歌手うん,うん、向こうが歌うんですよ。そかで誰かね、面白い歌を作ってたっけど、イリア・サスケバーの歌ってるそを。 <laughs> うん、自分で歌詞あの歌詞もね自分で作らせやんか分からんわけ、ね、っいかっいえっとこれ中身どんな仕組みかみたいなのは分かってるんですかいや分かんないですあこれもう音楽先生成もだけど同じようにやってるんでしょうかねトランスフォームは使ってるんでしょうかね,うねいやあそういったねあのスノーはねディフュージョン使ってるって言ってトランスフォームじゃなくておたまじゃくしにノイズ加えてくるんださ うん、なんか今回もなんか同じような技術なんかもしれませでね、今回のがすごいのはね、年も、ね、当然のことの大きいらしいよね、いろんなで有名な人、なんかね、ディープマインドをやめた人がやってるとか、どうとかね。そうディープマインドの人がもっと、もっとディープマインドですね。あ<と>会社なんですか、その,ああの。この会社の名前ちょっと今、忘れたけど、会社もなんか、まあ、ウディオみたいですよ。 金曜日あそうですか。あーすかいやー、すごい。いや、これはね、こっからこういうのが出てきたっていうことは、よ,よそからもう,うようよと<ー>出てきそうな気もしますね。すうん、ちょっとやり方どういうふうにやってるかわからないですけど、ちょっと業界革命が起こったという感じでしょうね。う <laughs> だからねそ、空と、まあ、ある意味同じですよね。空はあの動画で、えーね、革命的。 でしょ、ね、今までの動画とは断地ですよね。ねねねねねだから、このウディオも、まあ、音楽生成で、まあ、空と同じように。だから c h g p t モモントというのはチャット g p t がね、GPT2、3よりも画期的だったわけでしょで、もう非常にポトリアリスティックですよね。ポ、はいはい、トリアリスティックではもうすごいですね。うん。うん、で,で、今回のこのウディオも、まあ、音質がね、 これ、フォトリアスティックじゃないけど、まさにリアリスティックですね。特に映像っていうのは、場合によっては、もの、本当にこれを出さないといけないってあるじゃないですか、実際にあるものとか。だから、そこでまだ人間の出どころあるんですけど、音楽の場合は結構、イメージなんで、全部。別にもうこれでいいじゃんってなりそうですよそうそうそう、漢字が出てれば、こうじゃなきゃならないっていう、具体的なものがあんまないから、これでいいかって。 うん、雰囲気さえ伝わっていればいいんで、うん、いやーすごいですよ。だから作曲家が厳しいんででもね演奏家は大丈夫な気がするんだけどねあ<ー>だって演奏家はね機械がね演奏するってそんなもん今までいっぱいあるわけじゃないですか、うん、あのだからといってね人間の演奏家パンになってないわけだから、うん、だから作曲の方が いい、うん、けど演奏は大丈夫じゃないかって気がするなまあ生のそのバイオリンとかピアノはそうでしょうけどねあのエレクトーン奏者とかかなり追い込まれてるみたいですなるほど、うんうん、だけどその場で弾くニーズはまだあるでしょうねうんうん、うんうん、それはねやっぱりねこれ前回言ってんに、ね ね、まだオリンピックの選手ね、100メートルをさ、10秒とか9秒で走って、そんなもん自動車のほうが速いじゃないかとかいうそんなことは言わないわけで、うん、人間が走ることがいいことですよね。将棋もね、うん、将棋の方が賢くなったとはいえ、うん 人間同士見るっていうのはすごいより楽しくなったっていう感じ。うん、音楽はちょっとど,どういうふうになるかわからないです、ねうんの。初音ミクが出ても歌詞は大丈夫みたいな、そういうのがありますよね。やっぱり、訴える力みたいなのが、うん、の生の人の方がいいっていうのがありますね、うんうん。いや、まだ、だから歌詞は大丈夫だと思います、うんまあ。だけど、まずはこれ活用してみるとこかでしょうね。どっかがそのソースも公開、モデルも公開とかなると、もう予ってたかって追加で学習だとか言っても、アニソンに特化した。 音楽先生とかどんどん出てきちゃうでしょうね。いやいや、すでにできてるかもしれませんよ、アニソン、試してみないとできないかね。いや、もうちょっとこれ、すぐ使いたいですね、今。この収録してる場合じゃないですよ、いいこと聞いた調査いただい早くやらないとね、ダウンしちゃったら困りますよ、このサーバーが。じゃそういうことで、これは止めたいと思います。